久保さんあのー、ペーパーハウスコリアン統一通貨を奪えっていうねこれネットフリックスなんですけどまあ久保さんちょっと知らないかも分かんないですけどこれ面白かったですねこれね何が面白いかっていうとあのー、まあ最終的に刑事が味方になるというかまあなんですかねまあ最後の落ち最後のオチはまあ味方になるというかまあなんか仲良くなるというか恋人になるというかなんかです、ね、その 争ってるんだけども、争ってる中で、いろいろあるんですよ <laughs>。なんかね、すごいね、いや、韓国ドラマすごいな。まあ、かこれを機に僕は韓国の、ハマって、他にも何個か見たんですよ、韓国の。で、物語がすごいですね。この、なんか、あのー、すごいです、物語が <laughs>。うん。まあ、とりあえずこのペーパーハウスコリア統一通貫奪えっていうのは、すごい面白かったですね。 うんそうだから久しぶりなんかこ面白い続きみたいこれ多分続きあるように作ってるんで続きあるんですよ多分2は出てくると思うんですよねそう教授っていうのがいてその教授っていう人がすごいんですよ <laughs> 教授っていう人がめちゃめちゃ作戦いろんな作戦練ってるんですよねでこういう状況になった時はこうでえその状況も考えてたの教授みたいな で、その、あとは、チームのち、しかもその、チームの仲間割れも予測してたりとか、なんかね、すごいんですよね。うん。そう、すごいです。うん。はい、ということで。まあ、あの、何すか、あの、久保さんの、あの、この映画、これねこれ、僕ね、ちょっと見て、あの、全部見て、多分全部見てないですね。ちょっと見て、あの、終わったと思いますね。 うん、また見てみます。では。